こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今回はちょっといつもと違ってこちらの2枚のイラストを添削させていただこうと思っております。最初は左側キャラデザの添削、そして2作品目が右側で絵作りの添削ですね。2枚とも全然違った視点での添削になりますので、普段の添削よりもさらに役立つポイントをたくさんゲットしていただけると思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、最初はこちらですね。京都デザイン&テクノロジー専門学校の生徒さん、1年生の作品で、作者は深いに和菓子の和で、これ調べてみたら美和さんって呼ぶらしいですね。美和さん、ご応募ありがとうございます。オリジナルキャラクターの愛花です。ラブカの擬人化キャラですとのことです。はい、まずですね、なんといってもまとめる能力が高い方だなというふうに思いました。結構ね、キャラデザっていざ自分でやってみるとわかると思うんですが、自分の好みをねついつい詰め込みすぎてしまってガチャガチャってとっちらかってしまうこと結構あるんですが、美和さんのデザインは色数も抑えられていて、シルエットも特徴的にまとめられているので、パッと見てね、あ、こういうキャラクターなんだなっていうのが分かりやすいデザインだなと思いました。そこがねまず素晴らしいと思います。はい、じゃあですね、どこを添削していくかなんですが、キャラデザってシルエットももちろん大事なんですが、それ以上に大事なのがそのキャラがどういうやつなのかっていう、そこがパッと見伝わらないと素直に愛せないんですよ。そうなんです。これ意外とデザインに気を取られすぎると忘れがちなポイントなんですが、キャラは好きになるためのもの、愛すべきものなんです。そのためにはそのキャラがどういうやつでどう愛せばいいのか、それがデザインからある程度伝わる方がいいデザインなんですね。なのでその愛すべきポイントをどうデザインに含ませればいいのかっていうのを解説しつつ添削させていただこうと思います。これを抑えるだけで美和さんめっちゃいいデザインができるようになると思います。はい、それでは早速始めていくんですが、まずですね、性格を表すのはやっぱり目なので、もういきなり核心部分から触れていっちゃいます。目がですねちょっと無機質すぎるかなって思います。ちょっと無機質すぎて悪い意味で怖いかなって思いました。いや、まあラブカってね、深海に住むサメの仲間で、はい、こういうやつですね。有名なところで言うとシンゴジラの第一形態、通称鎌田くんなんて呼んだりしますが、鎌田くんのモデルになったことでも有名です。なので怖いはまあいいんですけど、どう好きになればいいのかデザインから現状見えにくいので、例えばこういうパターンがあると思います。はい、こんな感じですね。まあ、例えばですが、僕がパッと浮かんだ愛すべきポイントの付け方は眠そうです。深海に住んでいる魚ってね、まあ、全部が全部そうじゃないと思いますが、まあ、眠そうな印象ってあるじゃないですか。深海だし暗いしね。なので例えばですけど、目をちょっと半開きにしてこうね眠そうにするっていうのはありかなっていうふうに思います。まあ、そういう意味である意味欠点のようなものをつけてあげるとキャラって愛しやすくなりますね。さあ、その眠そうっていうキャラ付けに従って他の部分も調整していきます。まずは口。はい、こんな感じですね。添削前は口もちょっと無機質でどういう表情なのかパッと見わからなかったんですが、少しこんな風によだれとか垂らしてね、眠そうでありつつもちょっとお腹空いてよだれ垂らしてんのかなとも思えるような表情にしてみました。まあ、相変わらずね表情は読み切れない怖さがあるんですが、こうすることで見ている人がある程度想像できる余地が生まれると思います。そういう想像させるのっていうのが大事です。さらにさらに髪の毛も調整していきましょうか。はい、まずはね横髪の調整を少ししてみました。添削前は割とこうストーンと普通のボブカットのような髪でしたが、こんな風にねギザギザっとしたニュアンスを含ませてみました。これはラブカの歯をイメージしています。ただね前髪と合わせてみるとちょっと同じリズムでのギザギザが続きすぎてしまっている印象もあるので、横髪がね印象的になるように前髪をちょっと整理してみますね。
はい、こんな感じです。どこかを印象的に見せたい場合には、どこかを間引いたり整理したりして引き算をするのも大事なポイントです。ただね、せっかく横髪をギザギザにしたのに、このままだと同系色すぎて見づらいかもしれません。そんな時にはこういう工夫もありです。はい、こんな感じでインナーカラーで赤を入れてあげる。ちょっとね、後ろ髪の全体的なシルエットも調整していきます。はい、こんな感じ。このね、インナーカラーを赤にしたのは、ラブカってね、このエラがね赤色なのが特徴的なので、このニュアンスをここにデザインとして取り入れるのも特徴的で良いと思います。でインナーカラーで唐突に赤が出てきてちょっと浮くなっていう場合には、ワンポイントで違うところに赤を持ってきてあげると、例えばねこんな感じでちょっとこう飛んだところに赤を持ってきてあげると、デザインがより馴染みます。このね、髪飾りに赤色のハートマークを入れてあげるとかね、まあ、ちなみになんでハートなのかっていうと、ラブカのラブから連想しました。まあ安易ですけどね。でですね、この尻尾なんですが、今ね多分普通にお尻から尻尾が出ていると思うんですが、こうやっても特徴が出て面白みがアップすると思います。はい、ちょっとね左腕を非表示にしてしまいましたが、後ろ髪が尻尾になっているパターンですね。こうすることで全体的に重心が上に来るので、これによってより面白みのあるシルエットになると思います。さあ顔はこのぐらいにして、体のデザイン調整に移りましょう。まず袖なんですが、袖の形がね独特ですよね。和服の袖みたいな形をサメのヒレに見立てているのかなって思うんですが、せっかく面白いのでいっそこうしちゃってもいいのかなっていうふうに思いました。やってみます。はい、もうですね手を袖に隠しちゃって見えなくしちゃう。こうすることでより、あ、ここってサメのヒレなんだなっていうことが伝わりますし、何よりもなんか眠そうなキャラ付けを強めることができるでしょ。うー眠いゴシゴシみたいな、そういう動き想像しやすくなりませんか。こういう衣装の部分でもキャラ付けを忘れないようにしましょう。あと気になるのはこの部分ですね。はい、これはですねキャラ付けとは関係ないんですが、女の子の腰の位置を高くしてあげると可愛いシルエットになりやすいです。男性の場合はね腰の位置ちょっと下でもいいんですが、女の子の場合には上に持ってくると可愛いですね。あとここですね。はい、足の主にこの白色のグラデーションなんですが、これをちょっと取っちゃいました。まあ、ポーズもねちょっと変わってますけどね。これなんでかっていうと、腕に白いグラデーションが入っていて、でこのグラデーションが腕の独特なシルエットに目を引きつけているので、足にもね同じグラデーションを使っちゃうと目線が散らばってしまうからですね。手にも足にも目線がいっちゃいますよね。なので足の文様は取っちゃってシンプルにしてもいいかもしれません。ただねシンプルすぎると物足りないってこともあると思います。そんな時には胸元、ここにね特徴を足してあげるといいですね。例えばこうです。はい、ラブカの特徴である赤いエラのデザイン、これを制服のリボンに含ませてみました。こうすることでアイキャッチにもなりますし、デザインの元になっているラブカの特徴も十分に表現できると思います。さあ最後ビフォーアフター見比べてみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。結構ね全体的な印象が変わったのではないでしょうか。1枚目の添削はキャラクター
ターデザインについての添削でした。特に今回のポイントはデザイン自体もそうなんですが、キャラクターの性格をどうデザインに含ませるかという点でした。特にね、目はですね、キャラクターの特徴をすごく表しやすい部分なので、こういうキャラなら愛せるかもなっていう風に想像しながら、まあ、これだけがね答えではないですが、いろいろな目作りを試行錯誤してみると面白いキャラ付けができると思いますよ。チャレンジしてみてください。さあ次の添削に行きます。東北生活文化大学高等学校1年生レオキシリボカクサンさん、コメント、冬の朝に学校に登校している女の子を描きました。寒がっている仕草や顔の赤み、雪の降る感じと背景の奥行きを特に意識して描きました。構図が苦手でどうしてもインパクトがない絵にいつもなってしまいますとのことです。はい、こちらの作品は何といっても描写力が素晴らしいと思いました。高校1年生っていうことなんですが、まあ、高校生と思えないほどキャラクターの表情や目の表情をしっかり描き込めていて素晴らしいなと思いました。もうね、目のキラキラ感とかすごくね表現されていますね。僕は高1の時にはこんな風に描けなかったのですごいなって思いました。でですね、じゃあこの作品一体どこが気になったのかっていうと、一言で言うとこの作品で見ている人にどう思わせたいのかわからないっていう部分ですね。コメントでね、寒がっている仕草とか雪の降る背景の奥行きを大事にしたとおっしゃっているんですが、そもそもその前にですね、これなんで描いたのっていうのがちょっと見えづらいんですね。今言ったこと分かりづらいと思うのでちょっと説明すると、例えばね、背景を見るとなんかすごく寂しい感じがする背景なんだけど、でも女の子を見ると目がキラキラしていてすごく可愛い感じに描かれている。でもその女の子の表情はというと、ちょっとね口をこう結んでいて浮かない表情をしていますよね。まあ、それぞれね描写力が高くてよく描けてはいるんですが、なんかちょっとこう全体的にちぐはぐな印象があります。だからパッと見た時に見た人がどう感じていいのかわからないんだと思います。そこをね分かるようにしていくことがこの作品をもっと良くするポイントだと思います。さあこの時点でね、無茶言いよる一体どうすればいいんだ、単なるイチャモンじゃねえかっていう声が聞こえてくるようですが大丈夫です。この添削を見ていただければ、もう画力がある人がさらにさらに絵の力を高めるポイントをゲットしていただけると思います。早速やっていきましょう。まずですね、こうしちゃいます。はい、手をね口元に持ってきました。手袋のデザインも少し変えて可愛いデザインにしてみました。まあ、まだね何をしたいのかさっぱり分かんないと思いますが、僕がどうしたいのか予想しながら見てください。次はこうです。はい、寒さでこわばっていた口をちょっと開けて笑顔にしてみました。このあたりでもしかしたら勘がいい人は分かっちゃうかもな。はい、次いきますね。次はこうです。はい、目線をですね正面じゃなくて横に向けました。横に目線を向けたっていうことはそっちに何かありそうですね。はい、次はこうです。はい、横にねもう一人女の子を追加しちゃいました。まあ、コピペなので結構乱暴なやり方なんですが、まあ、やり方次第で自然に見えるように調整できると思います。まずはコートの色でしょうか。はい、コートの色を変えて少し薄いグレーにしてみました。手のポーズも変えてあげるとさらに自然になりますね。あとはこうするのもいいですかね。はい、タイツを追加しました。まあ、これね僕山形出身なんでわかるんですけど、東北の女の子って実はですねあまり冬にタイツ履かないんですよね。寒くても素足みたいな、あれは何なんだろう、東北民の意地なんですかね。まあ、素足かどうしても寒かったらジャージですね。タイツは絶対履かない。いやあれはなんか覚悟めいたものを感じますね。まあ、山形だけじゃなくて新潟に行った時もそうだったので、まあ、多分ね北区に共通の女子高生のプライドみたいなのがあるのかもしれません。
ません。まあでもね、僕はタイツ可愛いと思うのでタイツにしちゃいます。あとは髪色も変えた方が自然ですね。はい、髪の毛を黒にして笑顔の表情で楽しそうにおしゃべりしながら投稿している絵にしてみました。はい、僕がこの添削でデオキシリボ核酸さんに伝えたいのは、これ本当レベルの高いことを言いますよ。デオキシリボ核酸さんにはネガティブな中にあるポジティブこそ伝えてほしいってことです。わかりやすく言うと、マムじゃなくて、今日寒いよね。寒いねを伝えてほしいんですよ。違いわかりますか？これね、多分東北民である作者さんだから、この表現ってすごく伝わるものになると僕は思うんですよ。他県から見たらね、寒いって悪いことだけに見えるかもしれないけど、いやでも違うんだよ。寒いからこそ友達同士共感し合えるあったかいやりとりってあるんだよ。雪が降る中で投稿するからこそのこんなあったかいやりとりが発生する幸せな風景、これ結構いいでしょっていうね、寒いというネガティブの中にあるささやかなポジティブを見つける、これ実際ですね、東北に住んでいる作者さんだからこそ感じることだし表現できることだと思います。これをね、作者さんにはぜひ絵にしてほしい。さあ、それで言うと背景がまだ雰囲気が寒々しくて暗い雰囲気がするので、もう少しポジティブな朝に転換していきましょうか。はい、背景がグレー一色だと猛吹雪で街が見えないみたいな感じになっちゃうので、街をねぼんやりでも描いてあげると良いですね。そしてさらにこうです。はい、人気も増やしてあげましょう。なんかもう吹雪の中一人だけだと寂しすぎます。まあこれね、雪国あるあるですけど、必ずねこういう手すりに雪が積もっているとウェーイってね、手のひらで雪を落としながら歩いてるやついますから、そういうのを入れてあげても楽しいと思います。で、寒さを強調したい場合にはこのね、背景の上からソフトライトレイヤーを追加してあげて、部分的に青みがかった色を追加してあげてもいいと思います。はい、これを追加するとね、結構寒そうになりますね。あとは人気についてはこんな風に表現することもできますね。はい、こんな感じでね、人が通った後ってそこだけ雪がなくなって、で道路の脇の方にだけ雪が積もっている感じあるじゃないですか。こういうのもね、その土地に住んでいるとスッと見たことがある風景として出てくるポイントだと思います。で、最後降りしきる雪を追加していきましょう。はい、こんな感じ。ビフォーアフター見ていきましょうか。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。キャラクターのね、書き込みはほとんど変えてないのに、全体の雰囲気がガラッと変わったのがお分かりいただけると思います。はい、今回一番伝えたかったのは、この絵を見てどんな気分を伝えたいのか、そこを考えながら絵を描いてみようってことです。で、僕が作者さんにお伝えしたいのは、ネガティブな中にあるささやかなポジティブを見つけてみようってことです。寒じゃなくて、あーもう今日寒いね、もうやってらんないよねを描いてみてほしいんです。もう言葉自体はね、ネガティブなんですけれども、なんかこうその中にも楽しさって含まれていることありますでしょ。ただね、寒いを描くのって多分誰でもできるんですが、いや、ただ寒いんじゃなくて、その中にも幸せな瞬間瞬間ってあるんだよっていうことって、おそらくそこに住んだことがある人にしかリアリティを持って伝えられないと思うんですよ。作者さんはそれができる描写力と環境もあると思います。かなりね、レベルが高いこと言っちゃったかもしれませんが、これぜひぜひチャレンジしてみてください。もっともっと伝わる絵になると思いますよ。それでは最後に、あのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。